さあ来ましたかね。今週もこの時間が一番ドキドキしますよ。いつもね。本当ですね。うん。どうでしょう。あれ来てるかな。流れるか。来てる。来てますね。来てる。来てます。来てます。来てます。あ、みちおさんこんばんは。本日の一番のみちおさんでございますね。あ、みちおさんこんばんは。本当だ、見えましたね。音がいけるの。音がいけてるな。いけますか、わしさん。はい、斉藤さん、しなくわしさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。でもわしさん、あれでしたね、先週は来てた来た来てた。もうびっくりした。いろんな声が多すぎてびっくりしたからね。OKOK。先週はね、でもほら、ワッシー会ってことで、MC ワッシーってことでやりましたけど。ありがとうございます。本当に。でも全然違和感なかったですよね。本当に？うん。いやー、本当やっぱ密の凄さをちょっと思い知らされるね、やっぱね。いやいや、そんなことないですけども。もう、ね、完全に見抜かれたもんね、最後ね。あれ、終わっちゃうな。どうやってまとめたらいいのかなっていうのをさ、うん、完全に言い当てられたね。それは、びっくりするほど伝わってきました。いや、そういう時ってさ、こうなんだろう、つなげないもんなんだね。やっぱね、こう。そう、だからこう、最後にね、うん。そう、向けてどう締めるかっていうのがね、なかなか難しかった。意外とね、そこあるんですよ、番組ってあとね。本当だね、いろいろ書いて、言葉とかも僕の場合は台本並みに準備してたんですよ、うんうん、やっぱ最後の言葉ぐらいもいけるかなと思って、やっぱ準備しといた方がいいぐらいのタイプだね、俺ね。あ、なるほど。まとめの言葉みたいなやっぱね。でもだってそこに行きつけるけど、毎週やってる和紙さんのショールームは一人で回して一人で終わらせてるわけでしょ。いや、でもそれはね、もう皆さんに甘えながらもうゆったりやってますから。俺この間の今週のやつ見ましたよ、ちょっと覗きましたよ、うん、実は。本当ですか。コメントせずにスッと見て。怖っ。プロデューサーのやることじゃないですか。プロデューサーみたいな感じじゃないですか。そうです。怖いな。いや、うちのタレントがちゃんとやってるかどうかみたいな。抜き打ちじゃないですか。うちのワッシー抜き打ちのなんかみたいな。きちんとできてるのかどうか。みっちゃんワッシーのね、青い方ちゃんと動いてるのか。そう。でもあれパソコンでやってましたよね。違います。やりました。あ、いや、やんなかった。あ、やんなかった。僕、いろいろね、OBS もやってみたんですけど、うん、あれ、これもしかしたらパソコンで見てやっぱ映すのは携帯の方がすんなりなのかもなっていうふうに思いまして。あ、そうなんだ。映像戻して、なんかね、結構綺麗に見えてたんで。あ、本当に。そうそう、だからパソコンでやってるのかなと思ったんですよ。あ、ミッチーさんこんばんは。あ、こんばんは。あ、ゆかさん、そしてゆかさんもこんばんは。お、ゆかさんこんばんは。そうそうそう。あ、違ったんだ、パソコンかと思った。そうなんですよ、うん、やってなかったです。あ、そうですか。 OBS を今度教えてもらいます、ちゃんと。これがね、わしさん、またね、くせ者。どっから教えたらいいのかっていうのがね、この OBS ちゃんは難しいんですよ。怖いね。僕も未だにドキドキするんですよ。あれ、これどっちだったっけなとか。そうそう、なんかね、いや、触ってるうちに思い出すんですけど。あ、そっか、その期間でね。そうそうそう、ね、今間空くとね。そうそう、で、なんかシーンみたいの作ってて、例えば今だったらこの僕物語用に1個作ってるんですよ、うんうん、だここ押したらこの音楽鳴るとか画面が切り替わるとか。なるほど、そういう感じで撮っとけるんだ。そうそうそう、番組みたいな感じで。全部ね、設定、本当番組と一緒で設定できるんですよ。なるほど。で、毎回やんなくていいんだ。毎、ね、そう、基本的には毎回やんなくてよくて、直すとかけ直すっていう感じなんですけど。なるほど。これがだからまた一から作るってなったら、あれ、これどれでどう使うんだっけみたいなね、ふうになるのがね、ドキドキします、毎回。怖いな。うん。あ、新生さん、こんばんは。こんばんは、うん。まあちょっと今週はね、あの元の形に戻りまして、はい、私篠田光俊がですね、 MC をやらせていただきながら、はい、パソコンもワンオペで頑張りたいと思っております。すごいね。もう慣れてきましたから。
ディレクターだよ。もうちょっと押す指とか見せてほしいもん。はい、で次はこちらですって、パーンパーンっつってさ。そんな余裕ないです。カチカチカチッいや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 。さあ、ということで時刻は、わしさん、10時半となりました。はい、ええ、それでは今週も参りましょう。みっちゃんとわしの僕のプレゼンツオンライントークイベント、僕物語、今夜もスタートです。はい、こんばんは。こんばんは。はい、ということで皆様、今週もよろしくお願いします。みっちゃんこと篠田光義とわしことわしおのぼろです。よろしくお願いいたします。始まりましたけども、はい、ちょっとね、あの始まる前の音声チェックで若干盛り上がりすぎて、あの、時計見たら30分ぴったりだったんで、もうびっくりしましたけども、今。本当だ。危ないと思って。はい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 。そういうのもあるんですね。まあ、今週もね、楽しくやっていきましょうよ。はい、よろしくお願いします、皆さん。ちょっとね、後ほど、新企画というか、ほう、もう第1回、僕の会議とあるものをね、はいはいはい、やりたいなと思ってますんでね、ちょっと本日はね、まあ、アーカイブご覧の皆さんも含めて、はい、一緒にね、こうあの僕のファンマンの皆さんと僕我々で、まあ、話し合っていきたいなと思いますので、はい、皆さんもぜひともお願いします。よろしくお願いいたします。はい、という前にですね、いきなりですけど、はい、鷲さん、ほう、この僕物語、うん、毎週やってるじゃないですか。そうですね、木曜日毎週やってます。はい、なんか始まる前のルーティーンとかってあったりします？うん、ルーティーンですか。うん、ルーティーンはそうだな、30分前にはなんだかんだこう場所作りから始めますね。まずね、セッティング。僕の場合こう、そうなんですよ、机とかあの、うん、それ用の机があったりとかがないので。あ、分かる、そこ難しいですね。そうなんですよ、仮説的に、うん、でまあ、今回みたいにさ、パソコンやりだしたからこの背景を変えられたりとかもあるけど、うん、こう大体決まってきて、僕が引っ越しをしてね、はい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 、で、まあ、机とかもこう最初は引っ越しの段ボールだったりとか、うんうんうん、だけどこのまあ、いろいろだんだん何に載せようかとかが決まってきたんで、はいはいはい、それを出し入れするっていうのを30分ぐらいから始めて、うんうんうん、で大体携帯の時はもうそれでルーティンで決まってたんですけど、うんうん、前回からですよ、はいはい、30分じゃ間に合わなくなってきて、あららパソコンを出さなきゃいけないじゃないですか。パソコンを用意しまして、そこからセッティングね。そうなんですよ、だから密にも迷惑かけてるけど、そのズームでね、うん、せっかく、密の方からさ、ズームの方に直接電話がかかってきて、それに着信で出たらつながるっていうふうにしてもらったじゃないですか。そうそうそう、あれ便利だと思うんですけどね。そう、携帯の時はそういう設定もね、作ってもらってさ、うんうんうん、電話かかってきたな、出ます、そしたら勝手につながるみたいなことになってたんですけど、パソコンで待ってたら一向に来なかったんですよ、前回ね。やばい、そうそう、うん、それで普通に携帯の方にちゃんとかかってきたんで、うん、携帯の方で出ましてで携帯の方でズームに入っちゃったから、入っちゃったもんだから、もうそれテンパるわけじゃないですか。あれ、パソコンでやりたいのに携帯の方つながっちゃった、逆になっちゃったよってね。そうなんですよ、うんうんうん、だからこう準備してある程度整ったらちょっとコーヒー準備して、はい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 、少しまったりしながらこう待つみたいな感じの流れでこう、うん、配信まで待ってる感じだったんですけど。なるほどね。ちょっと今バタついてますね。まだちょっとルーティンという感じではなくて、大概間に合ってなくて、まあ一個ね、パソコンっていうのが増えたから余計にとありますよね。そうなんですよ、だから今日も三井にドキドキさせちゃうみたいな感じで連絡してるはずなのに全然そう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 、10時10分に今日も送りますって言って、うん、9分ぐらいかな、でその LINE の方にね、はい、あの送って、はい、待ってますって言ったら、うん、5分ぐらい経っても全然うんともすんとも来ないから、あれ私たち死んじゃったかなと思ってもうドキ、そう、もう違うドキドキしましたよ。なんかもう本当ですよ、うん、いやそんな感じですね。僕は、ミツはどうですか。僕はね、まさに始まる前にいろいろセッティングして、今日とかも写真とかパソコンのセッティングするじゃないですか、ね、先に、はい、それで、はいはい、ちょっと早めに終わらして、うん、うちの家のバルコニー、わしさんも来てくれたけど、出た、そうバルコニー、例のね、そう例のバルコニーでちょっとまったりして、なるほど、コーヒーとか飲みながらなんかこう何星見たり
なんと寝ちゃうんじゃない、寝ちゃうんじゃない、近くの国道のね、国道の音を聞いたり、ほう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 、 その時間がもう一番好きなんですよ。もうこれから最適じゃない、寒くもなくなってきてさ、ちょうどいいよね、ちょうどいいです、ね、なってくるよね。昼間なんかもう今すでに最高ですけど、いや本当に本当はちょうどいいんだね、ちょうどいい、ただもう暑すぎず、花粉症なんで地獄じゃないですか、もうね、地獄じゃないですか、バルコニーにいるのにマスクとメガネしてたいぐらいです、これも完全にこういや居心地いいのか悪いのか、悪いのかさっぱり分かんないけど、気持ちはいいんですけど、ね、うん、見た目はね、背景はね、背景はいいんだけど、ただ目は花粉を浴びてるのずっといやそれは分かるわ、今年から分かるわ、本当に辛いもんな、辛いでしょ、うん、そうそうそう、なんかもうなんか飛んできてるのをか分かるようになってきた、なんか、ああ本当ですか、感じられる気がしてきた、あ、うんうんうん、なんか飛んでるのかもなみたいな。またねこの間も言ったけど、やっぱりその農園に行ってるから余計にね、もう吹きさらしだから全身に浴びてるじゃないですか、うん、うんうんうん、ただまだねマスクしてるから、うん、いいっていうのはあるんですけどね、そうね、あれだから家帰った後とか気をつけなきゃダメですよ、これちゃんとはたかないと全部、あーそうね、それ意識してるときしてるけど、そうだわ、う全部ついてるからね、家に持ち込んじゃうわけだね、そう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 、ね、よくないわ、そうなんでね、そのルーティーンって話したかっていうと、うん、ちょうどもう和紙さんもね違和感なくパソコンでこうやってますけど、うん、今僕らこう背景はいね、毎回変えてる、まあ僕も 何個か回してますけど、今日またあの、はい、有名な寒川神社5本でいいですけども、いいね、はい、いいね、で和紙さんもねちょっと後でまた触れますけども、はい、何を始めたということで、そうですねついに行っちゃいましたよ、ホームセンターに、綺麗に写ってるわ写真、和紙さんそれ、いや天気いいしさ、うん、もうやるやるって言ってたし、やってみたいっていうのはもう思ってたからさ、うん、そうですね、ホームセンターにちょこっと行ってきましたよ、うん、ちょっと後ほどその何をどう感じで育ててるかって話もね、名前決めとともに、はい、名称決めとともに決めたい話したいんですけども、はいはい、ぜひ、その前にそのルーティーンという意味で言ったら、もうこれもルーティーン化してきてるじゃないですか、この後ろを変える、背景変えるって、そうだね、うん、僕はまだ、あ、そう、これからもうこれから、ね、でもやっぱなるね、ルーティーンにね、そう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 、何にしようかなみたいな、次何にしようかなみたいな感じになりますね、なんとなく僕毎週こうやってズーム開くと、うん、あ、じゃあ先週これだったから今週どれにしようかなから始まってるんですよ、おお、うん、まずね、そう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 だね、でそんな感じだわ、俺せっかくだから、うん、今こうやっていつも生配信でやってるじゃないですか、はいはい、で僕のファーマーのみんなとねこうやって毎週顔を合わせて、うん、まあこうオンライン上ですけど喋ってるじゃないですか、はい、そうだね、そうなので、うん、毎週テーマ、来週のこのバック背景のテーマ何がいいですかっていうのを、その僕のファーマーのみんなにいろいろ出してもらってチャット欄 で、うんうんうん、でそれで決めていこうっていうのはどうかなと思って、いやいいですね、そうルーティン化させるっていう、皆さんどうですか、なるほどね、せっかくだからちょっと楽しんでもらえるかもしれないね、うん、例えば3月、そう、お二人が3月だしみたいな、そうそう3月だから、あ、なお好きな何、3月春っぽいものとか、春といえば何でもいいですよ、うん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 、なんかそういうのを毎週ポンと出して、うん、まあ、番組の頭か最後に次週どうしますかみたいなのがあって、うん、ちょっとパーッと考えてると思って、皆さん1週間あるから毎回嬉しいね、そう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 、でちょっと急いで見つけてね、ちゃんとね、そうでそこをなんかもうオープニングトークで触れれるじゃないですか、うんうん、そういうのいいかなと思ったんです、うん、それ選んだ理由なんかね、ちょっと、ね、そう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 、ね、なのでちょっとせっかくだから第1回目ですけど、皆さんちょっと今からいいじゃないですか、うん、来週の僕らの背景何がいいか書き込みどうぞ、いやいいです、どうぞでん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 、いきなりいきなりいきなり始まったよ、こんな何でもいいですよ、何でもいいです、うん、別に野菜とか農園関係なくていいでしょ、時期でも何でもいいよね、はい、ただ和紙さん僕ら気をつけなきゃいけないのは、その一応、うん、まあ、こうクローズドなこう配信なんで、大事だと思うんですけど、権利的なものね、気をつけないとだわ、そうそうそう、そういうとこはちょこっとだけで、ね、意識、ちゃんと気にし、
気にして引っ張ってこないと、ね、そうそうそうしなきゃいけない部分はあるんですけども、そういきなり皆さん、うん、それからどうする、番組の最後にします、ちょっと考えててもらって、うん、それでもいいですよ、ね、じゃあ今日のそういきなりはちょっとさすがにあれかなと思うんで、うん、まあ、新生さんはね夕焼けの富士山って言ってくれてるけど、あ、それもいいね、でも大山と被っちゃう、海老名には大山があるからねでも似てくる、そうだから、そうせっかくだからね、そう新生さんもありがとうたくさん出してくれて、あの本当だ桜並木番組のやつ、じゃあ最後まで新生さんこれもね生かしで一つ、ね、しましょうか、うん、後から来てくれた方にもねこれ分かるかな、はいはいはい、うん、まあ、今来てくれてる方の中でいっぱい出してもらってもいいんでね、はい、ぜひともそうしたいなと思うんで、皆さんもどう来てる、結構来てる桜とか、どうやっぱ桜結構少しずつ来てるよ、春だからね、うん、まあ時期だよね、桜なんかいいじゃないですか、いやいいと思いますよ、まあ、ね、それもありつつ、じゃあミッチーさんも言ってくれてるから終わりまでに考えておきますねということで、じゃあバシさんそれでいきましょうか、そうしましょう、はい、楽しみにしてましょう、ね、皆さんもよろしくお願いしますお願いします、やっぱこういうのをやっていくとね、毎週の楽しみがまたちょっと1個増えますからね、本当だね、うん、へんてこなのちょっとやんないしないとな、だってめっちゃどんかぶりする可能性ありますから、あるね、引っ張ってくるとその可能性はあるよね、そうそうそう、なんかフリーとかこの辺だったらね、一般の方が上げてるやつだから大丈夫かなとかっていうのを持ってきたら全く同じやつとかね、うんうんうん、まあそれもそれ楽しいですけど、確かに僕らで一笑い来ちゃう、うん、先にね、ね、本当に、さあということで本日はね、うん、いろいろ盛りだくさんなわけですよ、はい、そのルーティーンとまた言えばもうこちらもだいぶルーティーン化してまいりました、はい、見てください、うん、ドーン、お、はい、僕のファーム近況報告でございます、お前ら毎週やってんなっていうね、本当にね近況報告多いですよね、でもね、そう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 、いろいろありますよね、前回も行ってきましたしね、そうなんですよ、また今回もね報告したいことがございますということで、はい、まずねこちら見てください、ドン、はい、ちょっとね急に画質がこう荒くなったんで、なんでかなと思って、お、本当だね、なんでかね教えましょう、うん、お、この今回、うん、まあ、作業工程がたくさんありましてありましたねあの生配信見てくださった方はもうご存知の方も多いと思うんですけども、配信前からもう作業してましたよね、はいはいはい、いろいろもうしましたね、しましたよね、一仕事二仕事ぐらいしました、ね、何しましたっけ、バシさん、まず最初、うん、最初なんだっけ、あのそら豆のあの移植がありましたよね、まずしました、大根側にじゃがいも、そうです、じゃがいもの場所を開けなきゃいけないということ、そら豆の移植がありましたし、うん、でまあ水やりもしましたよね、はい、でいつも通り長ね、ネギの一本ネギの、うん、まあもう一回山を作っていく、ね、土をかけてね、掘り返して、そう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 、ちょっとメインに大根もなんかやったっけ、なんかいろいろやったよね、でもまあメインに行くまでに相当時間かかったんでね、しま、うん、いろいろありました、なのでバタバタしてて、うん、ちょっとこう写真をね、はい、結構撮り忘れてたんですよ僕ら、こう意外と本当か、こういう写真とかなかった、集合写真みたいなそうですね、いつもなんだかんだ撮ってたんだけど、はいはいはい、なのでこれどっからから引っ張ったかっていうと、うん、この間の畑からの生配信、うん、はい、から、の動画から撮ってきましたスクショみたいなこと、スクショみたいなスクショして、まさかの自分たちの配信のスクショして撮ってました、こういう感じになるんだ、そういう荒さになるんだね、ちょっとね、やっぱ荒くはなりますけど、まあまあ伝わるでしょうってこと、はいはいはい、はい、こんな感じでスタートしましたよね、そうです、でもそれぐらいね、うん、大変だったですね、大変、やってみたら、そうそう大変でしたよ、一気に作業が重なりましたよね、うん、この時期やっぱり、で何をメインでしたかというと、うん、まあ、前回も出しましたけども、こちらの2種類のじゃがいも、男爵とインカの目覚め出ましたね、ね、これのいいですね、あの、うん、種芋を植えましょうという、はいはいはい、やってまいりました、うん、うん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 、これはね本当に、いや良かったですね、前回苗でやってますから、うん、前回じゃがいもはね苗からの作業だったんで、
まあ、本当にじゃがいも1個入れるんだなっていうところから僕はもう始まってるんでね、はいはい、このなんかね、苗っつっても種植えっつってね、そうそうそう、あとこれのね、あの真ん中にあるじゃがいもの肥料ゴロゴロ取れる、ね、これの使い方がよく分かんないっていうね、はい、だからいろいろあるんですよね、あるんですよ、肥料の巻き方がね、これね、そう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 、だ袋だけを見るともう土に混ぜちゃいなよみたいなことが書いてあるんだけど、うんうん、ありましたけども、やっぱりそれをしないっていう方法をいろんな方がこう教えてくれるじゃないですか、そう、じゃがいもとの間にね入れていくっていう、グリーンセンターの井出さんがね、うん、あの全部にこうやっちゃうと栄養が行き過ぎて草とかもボーボーになっちゃうから、うん、じゃがいもとじゃがいものこの間に真ん中にこれちょっとこうやるだけでいいよって教えてくださったんですよ、僕に。そうだね、言ってたよね。そう、ただこの間に、うん、間にもうこびって置くぐらいでって言われた時に、その間に置くってどういうこと、うん、と思って。どういう状態のこと言ってんですかっていうとこまで僕はちょっと聞き忘れちゃったんで。そうだね、深さなのか上から乗せとけばいいのかとかも違うしね、そうだ、混ぜとけばいいのかとかさ、うん、ただ入れりゃいいのかとかね。じゃそこら辺もね、説明書とかこう読みながら、裏面読みながらやりましたけども、はいはいはい、じゃあ思い出しですよ、前回その前まではどんな感じだったかっていうと、はい、うん、まあこの見てもらったこれちょうど真ん中にワッシーさんがね、あの控えてる感じでね、はい、座ってますけども、このワッシーさんの背中側、ね、うん、はい、こんな感じで、まあ、白菜が手前にあり、はいはいはい、奥はそら豆でしたね、元じゃがいもですけども、だね、はい、この藁が山積みになってる感じね。そうそうそう。一番最初にみんなで作業したときに藁かけましたもんね、いっぱいね。うんうん、あ、ゴルゴさん。こんばんは。あ、こんばんは。仕事しながら見ますってことで、ありがとうございます。あららら、ありがとうございます。ゴルゴさん。そう、なんか藁も残ってるしね。そう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 。これが、そうね、うん、どんな感じになったかってことですよね。果たして。はいはいはい。こうですね、はい、耕しました。今、耕してます。いや、いいね。はい。二人でね。大変でしたね。だいぶ、でも、あの、やっぱり前回の最初の経験がものを言ったなって思ったんですけど、うんうんうん。初回よりだいぶ慣れましたわ。やってて、その感覚ありました。ああ、ほんと。そう、耕すこと。動き自体にもね。そうそうそう。うんうんうん、うん、うん。あと、とにかく、うん、もう深くまで掘ろうっていう。そうなんだよね。そう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 、これだから本当にやってみてさ、うん、何回か山作ったけどさ、うん、やっぱ山作るにはで、あの土がないとできない、そう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 、これ当たり前のこと言ってるけど、 そのはずなんだけど、うん、やっぱ足らなくなるんだよね。そうですね。でなんか最初はね、よそから持ってくるとか、うん、入江さんもアドバイザーの入江さんも、もし足りなかったらみたいな言ってくれたじゃないですか。あったね。でもちょっと待てよと、うん、うん、深くまで掘れば土が盛り上がってくんじゃないのかと僕は考えまして。そうだね、ワイスさんと倍掘りましょうと、うん、いつもの、うん、ね、そういう話させていただいたところ、そっからですよ、大変な、ね、うん、大変でしたけど、うん、ね、ただなんかね、楽しかったな、久しぶりにこの工程をやって、作業をやって、そうだね、なんか分かる分かる、そうそう、農業やってんなっていうね、うん、感じしましたよ。これだよね。そうそうそう。この作業だよね。この作業、まさにね。うん。農作業って感じだよね。そうでしたね。一番大事なとこじゃない？この作業が。大事です。まずね、うん、だって、で、この後にパンとこう切り替わったらね、もうその、耕した土の。これ、この絵おかしいな、ちょっと。え、何ですか？この絵おかしいな。ちょっとお供え物みたいになってる。大丈夫、ね、謎の、綺麗すぎるね。綺麗すぎるでしょ。これちょっとなんか性格が出たんじゃない？あの、とりあえずこんな感じで植えるっていうことだけどね。うん、やりましょう。こんな綺麗に並べる？普通に。山を作って、こんなに高い山ができましたよ。二つね。同じ場所とは思えないよね。思えない。このもう一回見たよ。見てみんな。ここ、最初ね、和紙さんの後ろ部分、これですよ。そう、こうなったところ。別。こうなんだから。別格になってる。ドドン、全然違うものだった。やっぱ深いね。だいぶ深いでしょ。地下に潜ったって感じだね、ちょっとね。そう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 。いや、すごいよ。
これはだってみんなも多分凄さとか綺麗さ分かってくるでしょ、この、ね、この絵力。絵力強いよね、結構。まあ、結構。絶対ありえないですけど、こんな上に乗っかってるじゃがいもの種芋がね。ここだけ見たらじゃがいもこうやったらできるんだって思いそうなぐらい並べてありますよ、綺麗に。皆さんこれ違いますからね、これじゃできませんから。これカラスかなんか食べられて持ってかれておしまいです、これじゃ。そうですね、これはダメですよね。はい、ダメです。感覚を見てるんですか、あくまで感覚を。うん、で左側が、うん、皆さん見て左側が男爵ですね、うん、はい男爵芋、その右側がインカの目覚めなんですけども、うん、はいはい、見てもいただいて分かる通り数がだいぶ違うんですよ、うん、違うね、そうこれなんでかっていうと1キロ、うん、同じ1キロのものを買ってきたんですね袋で、はい、種芋を、うんうんうん、ただ男爵に比べてインカの目覚めっていうのは小ぶりなんですって、もうこの間も話した通りね、そうそうなんだってね、なかなか大きいのはできないんだってね、だから男爵がいくつでしたっけ、11個でしたっけ、11個、ね、うん、数えたら11個でしたね、対してインカの目覚めが、うん、18ぐらいあったんですよ、18か19、はいはいはい、うん、なのでちょっとインカの方は山を、うん、太めにしまして、はいはい、はい、そちらにこう、ね、テレコで置いていくっていうねそうそうそう、これ考えたんですよね、いろいろやってた、生放送見たけど見てもらったら分かったり、うん、分かるけど、あの3本もやってみたんですよね、そう実際ね、三山ね、なかなか、うん、三山難しかったんですよね、ちょっと、ね、そう細くなっちゃってね、そうなのよ、うん、できた時のこと考えちゃうから、これでこの細さでいったらじゃがいもが溢れちゃうんじゃないかっていう、こういい風に捉えちゃうからね。そうそうそう。はみ出ちゃって出ちゃうじゃんみたいな、ね。できるかもまだ分かんないのに。そうね。いや、この細さは出ちゃうと思うな。うん。ちょっと太さ欲しいなみたいなね。うん。で、行き着いたのがこの2本。そうなんですよ。2本にして、太山にして、テレコっていうのも、前回のいろいろ作ってきた時にちょっと学んだんですけど、うん、やっぱりこう並べて、ぐちゃぐちゃって置いちゃうと、うん、日当たりがやっぱりこう被ってきたときにどうしてもその悪くなるとか出てくる、はい、そうなので、ね、こうな並びだと手前の方が日がいっちゃう、どうしても日がねこう斜めから来てるんで、でそこで私考えまして、ね、こうテレコに斜めにこうずらして置いていくことによって、うん、こう均等に日が当たってくれるんじゃないかっていう勝手な予想からこういうテレコに置かせていただくってことで挑戦させていただきます。でこれですね。そう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 。このように埋まってるってことですね。そうなんだ、ね。このように埋まってるんですよ。中では土の中にね。実際はこれ出てますけど。そう。苗が出てきたらこの綺麗に出てくるはずだよね。もし成功したら。そう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 。テレコにね。うん。いろいろね。でまさんほらほら肥料ゴロゴロ取れるの、うん、肥料はどうやってこの間に入ってるわけですもんね。そうですよ、うん、この隙間にまあこんな感じなのかなっていう感じでやりましたけど、まあ穴を開けて指でね、指でね、うん、ちょちょいってやって、それも大丈夫かなと思いつつね、うん、これぐらいでいいのかなって分からず、うん、そうそうそう、それで指で穴開けて、まあ、じゃがいもと同じような感じの深さで、うん、間に開けてってんですよね、これ開けて、まだこの時開けてないか、ここまだ開けてこの後開けたのかな、並べただけだと思う、うん、そうそうそう、だからその穴を先に開けて、うん、でそこを確保した上でじゃがいもを植えていくとね、うん、こう工程で、あ、道夫さんが谷が深いからそれだけ掘ったってことですよね、お疲れ様ですって、ね、ありがとうございます、そこが見えないでしょ、真ん中真っ暗真っ暗だよこれ、真っ暗闇になってるよ、大丈夫、ね、あと日当たりがを考えられるということは農業経験値が上がってますねっていう、うん、ありがとうございます、もうね、ね、繊細だもんね、繊細、白菜もそうだったし今大根ちゃんもそうですけど、やっぱりこう、うん、なんとなくでやっちゃったらこのねサイズ感が変わってきちゃうんですよね、うん、そうなん、日当たりによって本当に、うん、そうやっぱあったかくなってきたら爆発的に成長するじゃない、するするする、これだってさっきの大根と全然違うじゃん、見てみます、この大根とこれ見ててよ、大根、これ今の大根とネギちゃんも見てくださいよ、こっからね、全こうから
これだからね。全然違う。本当にすごいですね。びっくりするよね。だってこれ、になってるからね。え、2週間ぐらいでしょ、アイドバスさん。2週間なかったかな。どうと思うよ、2週間。だから、2週間じゃない？草も知ったのは2週間前だもんね。そっか。だから、急激だもん。こんな言っちゃうんだから。すごいよね。だから、状況が変わってきちゃうよね。やっぱり、影になってなかったところが2週間でいきなり影になっちゃったりするわけじゃん。難しいよね。いや、これ、バスさん、あれもあるんじゃない？白菜を取ったりしたから、また日がそこ、要は、当たらないかったとこが当たるじゃない、大根ちゃんに。ギリまで。結構でかかったもんね。ね。白菜もね。大きかったんで。あり得るかもね。うん、だ日照時間が本当関係してくるみたいだからね。30分でも違ったら、それだけね、成長速度も変わるんだろうから。そう、カルラさん、そうなのよ。まさにね、本当勢いが出てきてるのよ。育つことにね。うん、だから大根もすごい、もう良かった、迷ったんだよね。そうですね。皆さんの前で、抜いてもいいぐらいの成長はしてたよね、結構ね。何本かそうだし、なんなら、あの、アドバイザーの入江さんも、もうちょっとこの大きくて、あの、要は土から頭出してくるんですよね、大根って。そうなん、白い部分見えてくるね。そう、それがもう、取ってもいいですよ、みたいな合図みたいな。うん。で、そのまま放置しちゃうと、花が咲いちゃうと、大根のね。そうなんだよ。硬くなってきちゃう。そう、花が咲いちゃうと硬くなっちゃうらしいですよ。芯ができてね、大根に。ええー。だからもしかしたら今一番いい時かもしれないわけだね。柔らかく。だからこれがうまいこと、本当に今月末の、多分もうやっとこさ緊急事態宣言開けるじゃないですか。東京、はい、まあ4、1都3県は2週間ぐらい伸びるって言ってましたけども。うん、はいはいはい。まあそれでも、まあ、月末はね、なんとかって感じなので。いけそうですもんね。なんとかね。3ヶ月ぶりぐらい長いね。それぐらいぶりにこうリアル農園イベント。本当ですよ。2ヶ月。2回飛ばしてますから。そう。だから3ヶ月そうじゃないもんね。次で。だから、みんなでこう、大根をね、収穫できたらいいなとは思うんですけども、果たして、あったかくなるからね、どんどん。ねえ、みんなで抜きたいね、これね。そうなのよ。できれば。やりたいけどな。どうなることやらっていうね。体験してほしい、本当に。でこれ途中でこれ新しい僕も試みでした。覚えてるかな、アイさん、これ見て写真。何これ、なんだっけ。畑の前での僕のファームの前で座りトークです。座り込んで、座り込んで酒盛り、何これ。違うこれ座り込んで、いや、いつもあったらこういう時間作ってなかったじゃないですか。こう落ち着いて一回座って、その場所にね、そうそう、後ろに僕のファームを構えて喋るっていうのはなかった。やってないね。そう、休憩がてらね、そうゆっくり喋るみたいな感じなかったね。これなんか、俺個人的に良かったなと思って、うん、今後もちょっとこういうのやったらいいんじゃないかと思うんですよ。要は、一緒に作業してくれるみんなも休憩時間になるし、カメラの向こうで見てくれてる分には全然ね、いいじゃないですか、休憩してもらって。そうだね。で、僕らもちょっと地べたっていうのは土の上ですけど、座って、ね、ちょっとこう皆さんのコメント、こう生で見てくださってるチャット欄の皆さんのコメントを、はい、和さんがこうスマホで拾いながら話していくみたいな、はい、しっかりちょっとね、そうそう、向き合って喋るっていうね、ちょっとね、あの来月以降またできたなと思いましたよ。いいですね、うん、あ、今月か、大概、ね、作業をやり抜いてるって感じのことが多かったですね。そう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 、ね、どうしてもね、今まではほらやっぱり見てもらう配信だったから覗き見配信に近かったけども、はい、うん、そう、こういう時間を作ることによって、うん、な、今日天気どうですかとか、肌寒いですかとか、なんかそういうことに答えれるじゃないですか。はいはいはい、はい、うん、で、ね、そういうこともちょっとね、試したいと思うんで、皆さんお楽しみ。はい、ぜひぜひ、はい、後ろにはまだこう並んでますね、これ、じゃがいもたち、よく見たら、本当ですね、だから植える前のちょっと憩いのちょっとひとときですよね、そう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 、ね、こっからもう一作業あるぞっていうね。はい、で、作業すべて終えたのがこちらですよ。どうも見てください。きれい。きれい。拝んじゃうよ、もう。ありがとう。大丈夫かな、みんなもテンション上がってくれてるかな、これ。伝わってるかな、みんな。大丈夫かな。非常に綺麗だと思うんだけど。畑をバックにするのいいですね、とかね。あ、ぜひね。うん、根菜は強いですからね、そうそう、根菜。もう葉の部分だけでも食べるんですよ、大根ね。そうなんですよ。みんなこれ見て。ね、これは。綺麗すぎるね、うん、本当にね。待ち受け画面にしたいです、俺。
パソコンの待ち受け画面にしようかな、もう、これ。言ってたね。うん、これいいじゃん、これいいね。バック、これでもよかったね。これでもよかったじゃない。いや、かぶっちゃうでしょ。出るやつとここで。ややこしくなっちゃう。使えないもんね。そう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 。そうね。いや、でもいいよね。天気いい。なんて綺麗な畑なんでしょ。タラタン、タタン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 って。畑っぽくなってきたよね。なってきましたよ。農園作りのそのね、農園 の、 その見た目もレベルアップはしましたよね。うん、リニューアルされましたね、僕のファームがまたこれで。ね。うん。なったと思う。これはいいですね。皆さんもすごい感動してくれると思うわ。ね。見てくれ、生で見てくれた。来た時ね、本当ですよね。うん、来てくれた時。うんうんうん。素敵だわ。ぜひともね、緊急事態宣言明けましたら、僕のファームの方に遊びに来てください。うん、お待ちしてます。ぜひとも。ね。お待ちしております。はい。はい、という感じで、近況報告でございました。素晴らしい。はい。綺麗だね。そう、カルラさん、チューリップが咲くのも楽しみですねって、本当にそう。グリーンにいろんな色が映えそうっていうことでね。本当だね。あそこに彩りが加わったらね、また。ただ、チューリップちゃんがもうだから、もろに太陽のそのもう日差しと、伸びてきた大根ちゃんと影響を受けちゃう。それをちゃんと説明しとかないと。言わなきゃいけません、ね、これもね。あの大根の成長で皆さん分かってくれると思うんですけど、うん、本当に影になっちゃいましたね。そう、まさかにデッドゾーンにはまったチューリップちゃんがいましたね。そう、何本かあって、本当に何、図鑑に出てるような、あの生配信の時も言いましたけど、チューリップはこういうふうに成長してきますみたいなぐらい、こうなるためにね。本当だよ。当たってるところへ の、うん、その成長速度が全然違うんだな、ね。一番端のなんて本当、小指の先ぐらいしか出てない。そうなんだよね。わ、うん、かんないぐらいだったもん。ちょっと心配になりましたよ。ね、ちょっとね。うん、あれはちょっと不覚でしたわ。ちょっとなんとかしていきましょう、でもね。ね、予定が、ね。こっからまだまだできますと、ね。盛り返したい、ね。はい。さあ、ということで時刻は11時になりましたんで、ちょっと、はいはいはい、今週の企画、うん、このまま入っちゃってもいいでしょうか。はい、お願いします。皆様もよろしくお願いします。こちらです。お願いします。ドン。はい、第1回、僕の会議。こちらも作らさせていただきました。はい。さあ、ということですね。素敵。はい、まあまあまあ、10月の末からですか。この僕のスタートしまして。はい、うん、ね、まずはリアルイベントからスタートしまして、はい、こう毎週僕物語やって、うん、年をまたぎまして、ここまでやってきましたが、うん、ちょっとここでですね、はい、僕のファーマーの皆さんと僕らでですね、うん、まあ、いろんなことを決めたり、うん、僕の、はい、今後の僕のの活動について、はい、話し合っていきたいなと思うわけでございます。ね、そう、よりこのなんだろう、僕のっていうのは僕の中ではですけど、僕のというこの活動自体は、うん、エンタメを通じて農業の魅力とか楽しさとかを、うん、伝えていくっていうのが、はい、まあ、活動だと思いますんで、はい、よりね、より良い環境にするためにはどうしていったらいいか。はい、そして、うん、ね、そう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 、うん、今、ワッシーさんのバックにもなってるのがあるけども、はいはい、はい。いろんなね、そのネーミングとかも、今日は決めていきたいなと思うんで、うん、ぜひとも皆様、はい、お願いします、最後まで。はい。よろしくお願いします。じゃあ、まず一つ目はこちらです。はい。各拠点の僕のファーム名称決め。これはいいですね。本当に実現させたいですよね。まずね、これね。この間ね、せっかく、そう、うん、少し喋りましたけども、お伝えしましたけど、実は、私の、いとこですね。いとこと言っても、はい、生まれた時からずっと家が近所で、うんうん、同じ洋服を着てたぐらい同い年のいとこがいるんですよ。はいはいはい、実は。で、同じ幼稚園、うん、同じ小学校、うん、同じ中学校、高校からは変わったんですけど、うん、もうだから双子ですよ、すごいね、ほぼ2ヶ月違いの。本当だね。そう、そこまで一緒、すごいな。同じサッカー部、習い事ももうほぼ全部一緒ですよ。はい。で、当時は海老名のもう路上っていうか駅前でね、路上ライブも2人でやってました。ギター持って。あ、その方とやってたんだ。そうそうそう、そうなんですよ。
いとこと路上ライブやってたのは知ってたけど、そう2年半ぐらいかなやってたんですけど、毎週火曜日ね駅前で。そっかそっか、そうだったんだね。そんなうちのいとこがですね、うん、農業始めたいと、農園始めたいっていう連絡いただきました。ね、そうびっくりだね。でたまたまそのいとこの家の敷地内に畑があって、うん、おお、はいはいはい、そう、そのいとこの父親が趣味で、うんうん、あ、農園やってたんですよ、うん、やってるんです今も。あ、趣味でね。そうそう、趣味でいいね、うんうん、もう本当に自給自足なきゃ、作って取れて作ってのを取って食べるみたいなね、うん、うん、あと近所に配るみたいな、うんうん、いいね、のをやってまして、まあそこを何個か借りてスタートしたいって話だったんです。うん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 、でそんな相談を受けたんで、いやだったら、まあ、前々からこの場所でね、うん、僕物語でも言ってましたけど、うん、僕のファームという名称はね、無料で、うん、お返ししますよと、はい、なのでどんどん皆さんね、やってみたり広めてくださいみたいな話を、してきましたが、そうですね、はいはい、うちのいとこがね、うん、そのやるということで、その名称をやっぱ決めなきゃなと、うん、要は僕のファーム、ね、そう、ハッシュタグつけて、うん、SNS で、うん、発信してもらおうと思ってるんで、はい、で本人も何て言ったらいいかなって言われたんで、そのハッシュタグ僕のファームで、うん、あとはハッシュタグ何やねみたいな、なんかそういうのがあった方がこれ探しやすいし、みんなもこう共有しやすいじゃないですか、うんうんうん、そう、なので他にもね、うちのいとこだけじゃなくて他にもこうやってみたいなとか試してみたいなって方が、うん、いると思うんで、なんかそういう分かりやすいアイコンを決めたいなと思うんですよ。分かりやすいやついいね、うん、皆さんもどうでしょうね。ワスさんどうですか。そうだよね、どうなんだろうね、うん、だから僕のファーム2号店とかそういうことでしょ、言ったら、はいはいはい、こっちが1号だったらそうだけど、なんかもしくはだから、うん、全国でやってもらうんだったら、そのなんか各地の地名とかなんか分かる方がいいよなと思うんですよ。場所でね。そう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 。何々支部みたいなこととか。ちょっとなんかごついのばっかりで。うん。でもなんかごついのばっかりになっちゃうからね。またいいのが皆さんから出てきたらあれだけど。もう少しキャッチーな方がもしかしたらいいのかもしれないですね。あ、可愛い感じのね。可愛い感じの方がいい。だから、ね、でも確かにそうだよね。地方でいろんなところで各地でっていう可能性も秘めてるわけだから、うん、なんかそこを、こう名称の中に入ってくっていうのはいいよね。まさに今新鮮さんも、丸々支部とかどうですか、笑いってきてるんですけど、まあ、支部は分かりやすいですよね。分かりやすいよね、うん、うん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 、だうちのいとこ住んでるのもその海老名市なんで、うん、海老名支部ってことになりますけど、海老名と海老名で、ね、いやちょっとややこしいけど、でうちは本部なのけ、うちは本部です、最初はそうなると本部ですよね僕のファームの本部どうなんだろう、本部、まあ、本当分かりやすいよね。分かりやすい。逆にだから女の女性の方の意見とかもさ。そうですね。なんかちょっと男っぽくなるよね、やっぱね。うん。支部とかね。確かに。皆さんどうでしょうか。どうなんだろう。これ、なんかありますでしょうか。僕のサテライト、カルアさんから。僕のサテライト、エビナとか。なるほどね。サテライトいいね。サッカーっぽいね。なるほどね。うん。サテライトね、うんうんうん、あ、ミッチーさんからね、サッカーとかでもいいね、僕のファームジュニア、ジャニーズ的なね、そっか、それで共通していくっていうこともありえるよね、うんうんうん、そう、まあジュニアっていう響きでもう統一して、なるほどなるほど、まあそこにもう一つ、まあね、なんかその地域の名前つけてもいいのかもしれないけど、うんうん、ジュニアって一個するのはいいかもね、確かに本店があるなら。道夫さんは、ね、からは、でも同じ地域にいくつかあると被っちゃいますよね。そうなんですよ。だ同じ地域いくつかなると、またそこからどうするかっていうね。例えば、海老名支部2号店みたいになるのか、そういうことなのかもしれないですね。だから、サッカーとかで言ったら、うん、川崎だけじゃなくて、ベルディみたいな、そういう名前をつけるとか、はい、自分の好きな名前、ネーミングを。いろいろ多くなりすぎません僕のファームっていうのが1個あるのに。ファームでカタカナのに。またそこになんとか川崎とか、ほにゃらら海老名ってなったら、もう何がメインなのかわからない。そうね、あんまりひねりすぎてもあれだね。ちょっとね、わかりやすいのがいいね、きっとね。だパッと見てなんかわかりやすい方がいいですよね。うーん。
さあ何がありますか、ね、何がいいの、まあ、今のところでも支部は分かりやすいかな、やっぱり支部分かりやすいね、支店じゃないですもんね、店じゃないですもんね、うん、うん、だから店じゃないね、支部、うん、支部は分かりやすいからね、うん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 、そうだね、うん、あと何でしょうね、だから僕がそのねこうやってみた家庭菜園みたいな、うん、そう畑とかまだまでや行ってないのは、はい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 、あるじゃん、うん、そういうのは例えばあのリトル中華街みたいな感じ、リトルなんとかね、リトルファーム、リトルファーム、いやそれ僕のリト長く、そんだけ長くなんだったら僕だから先にちょっとそっちの話も触れますけど、じゃそれになんか今回の家庭菜園に関しては、うん、もう名前もめちゃくちゃ、ね、あの普通に僕の菜園でいいと思うんですよ。おお、わかりやすくないですか。うん、僕の菜園、そうね、うん、ファームじゃなくね、そう僕の菜園 で、ね、でそっちの場合はなんかどこどこ分けるんじゃなくて、もう僕菜園の場合は僕の菜園1個、うんうん、家庭菜園をやりたいって方は僕のハッシュタグ僕の菜園でもう伝わるみたいな、うん、うん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 、そうね、覚えやすいね、そう、うんうん、でなんかその僕のファームに関しては前から言ってるように、うん、僕はその全国的にとかいろいろ広がってったらホームページとかを作って、うん、もう物流サービスをやりたいんですよ、僕のファーマーの方で、で取れたものをね、そう、僕のファーマーで僕のファームの名称を使ってる方たちの間で物々交換できるように、うん、はいはいはい、逐一どこで今何ができてますとかこんなの育ててますってパッと押したら見えるみたいな、写真付きとかでドーンって出てきて、はいはい、例えばその中でこうズームとかだったら今みんな画面で喋れるから、はいはいはい、月1回とかでみんなで喋るみたいな、はいはい、最近どんなの作ってますみたいな、もう直だよね、そうこういうツイキャスみたいな形じゃなくね、もう顔見てね、うん、そう、うんうん、あのだから誰かがみんな見られるのが恥ずかしいって方もいるから、単純にその中で、うんうん、いやコミュニティとして、うん、僕のファームのコミュニティとして普通にズームで喋るみたいなのもありかなと思ってるんですよ、うんうん、うんうん、全然ありだよね、そうだから僕らは僕のファームの、うん、まあ今の場合言ったら本部、うん、みたいな感じ、うん、から参りました、わしバッシーとみっちゃんですみたいな感じです、うん、いいね、出張とかしたいね、うん、その場所にね、いつかね、その支部にね、うん、支部を生で見てみたいしね、うん、あ、僕の菜園、ね、すごい評判いいですよ、さん、僕の菜園分かりやすい、本当だね、僕の菜園かわいい、かわいいね、かわいいじゃん、じゃあちょっと俺もプレートしますが、皆さん和紙さんとかが今始めてる、今後ろにもありますけど、この、うん、家庭菜園版、ね、うん、はい、をやりたいという方たちの名称は僕の菜園で異議なしで良いでしょうか、うん、素晴らしい、はい、いいじゃないですか、こちらでじゃあ決定させていただきま す, いいなので和紙さんはこれからつぶやく場合、ハッシュタグ僕の、はい、ハッシュタグ僕ので、ハッシュタグ僕の菜園2つね、まあ僕の菜園があれ入ればいいです、 OKOK、 多分僕のでも引っかかるはずなんで、うんうんうん、うんうん、でちょっとプレート買ってきて立てようかな、かわいい、ね、ぜひともぜひともね、この植木鉢に、うん、ちょっとこのみんな名称を考えてもらってる間に、バシーさんに、そのせっかくなんで、後ろの写真、うん、今ちょうどその話になったんで、ほうほうほう、僕の菜園の和紙オーケーのやつ、ちょっと教えてくださいよ。何作ってるか。いや、これね、本当にね、迷ったんですよ。ホームセンター行ったら、うん、本当にこの時期、まあ、いろいろ、まあ、葉物が多いんだけど、いろいろありまして、はい、ブロッコリーであったりとか、うんうん、まあ、レタス、キャベツ、うん、小松菜。はい、まあハーブとかパセリとかね、いろいろあったんですけど、うんうん、この前聞いてたのがやっぱレタスは虫がつきにくいっていうのも聞いたし、うん、まあ初心者なんでね、言っても僕もね、はい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 、なので今回はレタス、うん、で僕サラダ好きなんで、うん、で種からっていうよりはもう苗でいっちゃおうってことで、ほう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 、早いですもんね、苗を、そう、それで一回ちょっとやってみてっていうことで、うん、このリーフレタスっていうんですか、うん、このリーフレタスっていうのはもう本当できてきたら外からちぎっていって、で中心部分をこう残してね、はい、また10日ぐらいしたら増えていくっていうことなんですけど、うん、本当に増えていくのがこれからあれなんですけど、うん、でこのリーフレタスと、まあ僕ちょっと料理もやるんでね、はいはい、この彩りも考えて、このミックスいいですね、ミックス野菜みたいになって、うんうんうん、でこれ買ってきたんですけど、うん、まだ僕が育てたわけじゃないんですけど、もう買った時点で結構こんもりしてたんで、すでに成長してたの、ちょっと、そう、うん、それちょっと
僕が作ったわけじゃないんで、今回は写真撮らなかったですけど、はい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 、はい、サラダにしたんですよ。あ、もう一度？この量でパンパンでした。一人で十分ぐらいでした。これちぎった、これ外側全部ちぎったんですけど、リコリーグレーだし、確かにそう見たらそうだわ。そう、植える前にちぎったんですよ、うんうん、でその方がね、こう伸びてくる過程も分かるから、はいはいはい、切ってみてサラダで食べたんですけど、うんうん、美味しい。やっぱね、美味しいよ。自分家の敷地内から取れたやつってうまいでしょ、やっぱり。そして取れたてだから、そうって、多分もうすぐ行ってるからね。わざ、それ本当にお伝えしたいですよね、みんなに。取れたてのうまさ、ちょっと本当ビビりますよ、本当にね。ビビるビビる、本当に。だから本当にね、あのスーパーとか売られてるのはもう何日も経ってっていうのがやっぱどうしてもあるじゃないですか。どうしてもね、ちょっと早めに収穫してるしね。はいはい、やっぱこの家で取れて直で、うん、今日これ食べようかななんつってちぎってすぐ食べるっていうね、はいはいはい、この楽しみはね、またちょっと違いますよ、農園と。今日ちょっとレタス食べようかな。いや、レタス、あるある。ある。ちょっと小腹すいかな。レタスあった。レタスあったわ。そう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 。いいのよ、本当に。で、ものすごい一人、結構いい量になるから、うんうん。後ろに映ってるのってどれぐらいのサイズなんですか？ね、うん、僕のね、プランターちょっとちっちゃかったんだけど、ほうほうほう、まあ、30センチくらいかな、うん、30センチもうちょっとあるかな、ちょっとちっちゃめですよ。あ、でもこんなもんですか、40センチとか、うん、そんな感じ。そうで、もう一つ大きいサイズのプランターあるから、うんうんうん、そっちの方がいいかもね。それで3つぐらいだったら、3つぐらい植えれば、うん、十分ね、パンパン入る、十分、で慣れてきてもう6個ぐらいになったら、多分もうローテーションで毎結構こう結構一人だったらもう食べ続けられるんじゃないかな。ちゃんとこれ生えてくればね、うん、経済的にもいいかもしれないですね。かもしれない、うん、ちょっとサラダをコンビニで買うとかっていうよりもかもしれない。美味しいしね、うん、でやっぱり YouTube とか見ててもそうだけど、やっぱりこう、うんうん、あの野菜嫌いな人も食べれたりするっていうの、はい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 、人はおっしゃってる人多かったですよ、やっぱり新鮮だからね、うんうん、なるほどね、うん、いいらしい。だからちょっとこっから枯らさないしないとね、うん、あ、これ枯れたらわさ、ミッチーさんもこれから僕の菜園で始めたいなって言ってますよ、うん、あらあら、ぜひぜひミッチーさん、ミッチーさんぜひそれでね、ハッシュタグでつぶやいてくださいよ。僕らのいいね押しに行きますから、ぜひぜひ、うん、だから本当大変だったら一つでもいいと思うんですよ、本当、うん、あの苗を一つね、うんうんうん、こう鉢に買ってきて試しにやってみるでも全然、うん、1個でもいいなって思ったぐらいですから僕、まずね、だから前にも話したかもしれないですけど、家庭菜園じゃないですけど、うん、豆苗、お、豆苗やったんですよ、ね、ほうほうほう、要は豆苗をスーパーで普通に買ってきて1回あれ切って食べるじゃないですか、うん、上のところ、はいはい、あれもう絡めたら何でも合うでしょ、ね、豆苗なんかもう最強だから、あれは美味しいよ。でそれを水につけとくんですよ、ボールの中に水につけて、はいはいはい、切ったまま、そしたら、うん、数日で元通りになりますね。嘘かのように。嘘かのように。え、食べてなかったっけ？その切り口から来るわけ、ま、そう。あ、そう。だから、この間、ネギ切ってた方いたじゃないですか、僕のファームの横で。いたいた。大根と上のとこパッサリ切ってたよね。うん、スパッと。なんでですかって言ったら、そこからまた生えてくるの待ってるってね、言ってましたけど。うん、言ってた。あえて豆苗もまさに。そうそうそう。いや本当そうだよね。豆苗2、3日でギューンですよ。あ、そんな早い？すっごい早い。あと太陽の方に向かって伸びるんですよ。かわいいですよ。ギューンつって。ちょっと窓の方に向かってね、伸びてくる。求めてくる。求めてくる。そう、あ、こいつ日光の場所分かってるわみたいな。いや、いいね。豆苗めっちゃ簡単ですよ。そうそう、皆さんぜひともやってみてください。あ、じゃあいいかもね、最初は。うんうん。わしさんもやってみて、豆苗。うん、ね、豆苗もいいかも。うん、早速収穫の喜びってね、もう買ってきてすぐ収穫して確かに。まず、あの、毒味、まず毒味じゃないんですかね。そうそう、てきて味から見ちゃった、味から見ちゃったよ。そういうとこだよな。いや、でも、うまかったってのがね、分かったわけですから、いいですよね。いや、うまい、うまい。そうそう、そう。いや、焼肉とか巻いても良さそう、確かに。そう、だそうそう、新鮮さん、だから、産地とかもありましたから、新鮮さん、いいと思うんですよ。産地とか最高だと。産地もあるんだ。
あるあるある。だから、肉と膜なんていいんじゃないかな。種からか苗からか悩みますって言ってますよ。そうね。僕も次は頑張りますわ。これ様子見て、ちょっとね。はいはい。なんだろう、食べたかったのかな。なんで種からいかなかったのか。まず味見たかったのかな。まあそんなこんな話しまして、で、僕のファン、名将決め戻りますけど、さあ皆さん何かありますか、この間ちょっとこんなの浮かんだよとか。ね、うん、道夫さんの方からもちょっと出てますよ。お二人が俳優さんなので、舞台と舞台をかけて、海老名舞台とか、何が舞台、どうでしょうか、ちょっと軍隊感が出ちゃうけど、俺は嫌いじゃないけどさ、嫌いじゃないけど、それ、ハッシュタグついて、それ大丈夫かな、なんか危ないやつらだと思われないかな、ハッシュタグでなんとか舞台ってそうね、必ず野菜の絵は載せないと、何やってんだろうっていうね、舞台自衛隊の方たちのつぶやきかなと思われる、写真とミスマッチだな、みたいな。確かにね、面白いけどね。面白いけどね。僕の才への隣に舞台ついてたら面白い。エビナ舞台。何舞台？エビナ舞台。面白いけどね。うん、さっきね、新生さんが、なんか、何丁目、かぶっちゃったら何丁目みたいなどうですかみたいな、言ってて。だから、例えば、支部だとしたら、僕のファーム、ハッシュタグで、エビナ支部、でもし次のまたエビナの方がいたからいたら、2丁目みたいなことですか、同じ地域にいたらね、同じ地域もしね可能性がね、あった場合、そういうふうに分けてく、ね、そこ、まあ、そこかそこで2号店とかにしちゃうかね、なんかそういう、あ、店名もいいけどね、丸々組もあります、丸々組はもっとやばいでしょ、もう道夫さん嫌いじゃないよ、本当大好きよ、嫌いじゃないけど、舞台とか真剣に考えて、会議だから、いやちょっと惹かれちゃう自分がいるんだ、しっくりきそうなね、ここで決まりますからね、本当に、そうね、そうね、そうね、僕らの依存とか、ね、僕の依存ではなくて、やっぱりみんなと決めたかったんでね、こういう格好で増やしていきたいよね、そう、ね、もし自分がやりたいなと思った時に何がついたら一番や、書きやすいかってことを考えないと、やっぱり絶対書いてくんないんじゃない、みんな。そうか。決めたのはいいけど、グミって書かなそうだよね。それ困っちゃうのよ。やってたよね、つって。ほら、みちおさん、真剣ですよ。いや、真剣ですよ。かっこ、きっぱり、かっこ閉じ、WWW はもう真剣じゃないです。もうそこまでしっかり、はい。そういう意味合いがあるんだ。あ、ゴルゴさんが、セクション、セクション、かっこいいな、セクション。かっこいいな。SEC ドットセクション。エビナセクション。読めないよ。読めないもん。あ、読めないって書いて。難しい。書いてくれないと。僕のファーム A ブロック。ああ、またサッカーに寄ってきたな。カテゴリー分けね。ああ、なるほどね。うん。どうなんだろうね。ちょっとまだもう一個あるんですよ。話し合いたいこと、もう時間が23分になってきちゃった。あら、本当？やっぱ延べね、話し込んじゃうね、これね。そうだよね。僕の3位、海老名、マヌアルバンチ。まあ、バンチとかも面白いね。ああ。なんだ、今まで出た中で、和さん、どうですか？一番しっくりくるというか。まあ、個人的には舞台も惹かれるけど。確かにね。ね、年代的なのか分かんないけど、まあね、でも支部が分かりやすい気もするけどね。そうですね、確かにこうツイッターでパッて見たときに、ハッシュタグ僕のファーム、ハッシュタグ海老名支部とか書いてあったら、あ、そういうのを分けてるんだってのは分かりやすいですよね。うん。というか、本当、北海道支部とかってことでしょ？そう。鹿児島支部とか、そういう、各地でそういうふうにもう分かりやすい、ね。これ、どっちがいいかなと思うんですけど、県の方がいいのか、県とか都道府県の方がいいのか、県は市まで行っちゃうとか、もっと分、そうか、どっちかいいですかね。まあ、県の方が分かりやすいけどね。うん、神奈川支部みたいな言ってね、神奈川がの別の方がいれば神奈川支部第二支部とかね、第二とかなんか、やっていくって、県の方が分かりやすいですかね。どうですかね、皆さん。どうだろう。なんか俺は分かりやすい気もしちゃうけど、うん、でもうちが海老名だからな、
海老名、そうそうそう、海老名、海老名ってなっちゃうからね。うん、まあ僕らの僕のファームはね、一応そこがもう本店じゃないけどスタートだから、うん、僕のファームってことでいいと思いますけど、うん、皆さんとかがねこれからスタートするとき、県の方が分かりやすいか、確かに。うん、うん、県の方がね、僕自体はそうなのかなと思っちゃうけど、なんか俺もそう思うな、どこ市より県の方がいいような気がしますね。ね、僕のやっぱり知らないところも多いからね、うん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 、ピンとこないところがあるよね。うん、いや市町村だと被る可能性は出てきるよ。そうですね、確かにそうだね。あ、呼び方がわからないっていうのもあるよね、読み方とかもね。うんうん、はいはい、かぶる可能性も出てくるか、うん、結構あるもんね。そうですね、県違えばね、うん、意外とあったりするもんね。では皆さんのまあちょっと時間も時間だったんで、うん、皆様の話をね統合させていただいて、ちょっと僕らでね決めさせていただきたいんですけども、うん、まずはハッシュタグ僕のファン、そしてもう一つハッシュタグ神奈川支部、県ね、ほにゃらな支部、都道府県、都道府県支部、これで行ってみましょうかね。はい、うん、でいかがでしょうか、ね、ちょっと皆様いろいろ出していただいたんですけども、やっぱ分かりやすさ重視したいなというふうに思うんですけども、はい、僕のファーマーの皆様どうでしょうか。その他に、ね、海老名藩とかね、藩もあったりね、ほにゃらら藩ね、神奈川藩と。県で増えてきたらね、そう、藩でもう一つ分けて、ね。あ、それはありかもしれないですね。県の中から、ほにゃらら藩、ね。県の何々藩。あ、それは面白いかもね。ね。うん、確かに確かに。もう一つ増えるようなことがあったらね、それもありかもね。藩は可愛いかもね。確かに。どうでしょうか、皆様。これが決まりましたら、次の、議題に行きたいと思います。うん、支部なんだかんだでシンプルで分かりやすいと思います。確かにゴルゴさんからいただきました。まあ分かりやすさ重視でいきたいなと今回は、はいはい、まずね思います。そしてワッシーさんが始めた家庭菜園は、はい、僕の菜園ということで、はい、皆さんぜひこちらはね、何々支部なしで OK なのでね。はい、あ、カラーさんからも良いですいただきました。キッチンね、まあ、キッチンは寄りすぎてる。ミッチーさんからいいと思います。ありがとうございます。まあ、じゃあでは、もう一度復習させていただきます。僕のファームの場合、はい、これからは、今後は、ハッシュタグ僕のファーム、そして、ハッシュタグ始める方は、都道府県名つけていただいて、支部つけていただくと。はい、それで、徐々に増えていって、例えば県がかぶった場合、またちょっとそこからどうするかっていうのを、皆さんと一緒に、ね、はい、決めたいと思います。はい、そして家庭菜園の方は、はい、ハッシュタグ僕の菜園、かわいい、はい、僕の菜園は漢字でいいですか、バスさん、漢字しましょうよ、漢字でいいですか、漢字でカタカナでいい、はい、菜園じゃなくていい、うん、漢字しましょう、わかりました、かわいい、うん、では漢字で、ね、はい、僕の菜園、ハッシュタグ僕の菜園でよろしくお願いします。ぜひとも皆様、ね、始めてみてください。これを機にネーミングも決まりました。はい、はい、お願いします。お願いします、はい、ちょっとお時間なんですけども、せっかくなんで、はい、ここまで来ましたから、ちょっとそうです、ね、こちらのね、次の議題も行きたいと思います。はい、はい、はい、こちらです。今後の僕の活動についてということでございます。うん、はいはい。はい、まあ、こちら、先ほども最初に言いましたけども、うん、僕のという活動に関しましては、やっぱりそのエンタメを通じて、農業というものを皆さんに知ってもらうというのが目的だと思っております。うん、まあ、そんな中でですね、はい、まあ、ちょこちょこ、この番組でも言ってますけども、うん、はい、僕のファーマーさんを増やしましょう。そうですね、うん、それやっぱりこう、うん、僕ら世代とか僕ら同世代30代40代の方とか次世代もっと下の20代の方、うん、10代の方とかにやっぱりその農業に対してのこう考え方とか、うん、ね、知識とかもやっぱり増やしていただきたいとか、そこからまた始まることが、うん、前にも言いましたけど、はい、そこからスマート農業化するとかね、なんかこう、うん、地域とかのみ、なんだろう、こう、まあね、みんなでこう回し合うとかっていう楽しみとか、うん、コミュニケーションとかね、そういうのもやっぱり増やしていきたいなと思うんで、
まあ、僕のファーマーの方を増やすためにはどうしたらいいかなっていうふうに、考えてきたんですよ。はい。はい。で、そういう中で、いくつか僕なりに、はい。まあ、この数ヶ月間やってまいりまして、この春から、どうしたらいいかなっていうのがあったのをちょっとまずは聞いていただいてですね、まあ、ワシーさんとも一度お話し合いさせてもらったんですけども、はいはい、皆さんにもこれ聞いていただいて、はい、意見など、もらえたらなと思っております。はい、ぜひぜひ。はい、まあ、先ほどもちょっとお話ししましたが、月1、うん、リアル農園イベント今はね、はい、ちょっとね緊急事態宣言中でできてませんが、やってますよね。でこちらの方が今、まあ、値段設定がお一人5,000円、はい、はい、という形でやらせていただいてます。やらせます。はい、そうですね。それを今後、まあ今月末からですかね。そうですね。はい。うん、1人3,000円にしてみてようかなと思っております。うん、はい、はい、うん、これまず、理由を説明しますと、やっぱりその農業に対して身近に感じてもらうためには参加してもらうのが多分一番早いかなと思いますし、はい、僕のファーマーの皆さんを増やすにも、うん、やはりまずは一回見てみたりとか触れてみたりするってことが大事かなと、うん、はい、思っております。そういう中で、うん、なるべく入り口のハードルを低くしてあげて、そうですね、うん、うん、また僕のここに今来てくださってる皆さん、僕のファーマーの皆さんなんですけども、基本的には、はいはいはい、僕のファーマーの皆さんも、はい、例えばお友達とか、はい、家族とかちょっとこういうのやってるから行ってみないって誘うときに、うん、これ自分がもし僕のファーマーだったらと思ったんです、考えたんですけど、うん、まず海老名でやってるよっていうのが一個ね、海老名ってどことか、うん、遠いんじゃないのっていうのがある、まあそうね、プラス、そうそうそう、1人5000円かかるよっていうのが、うん、こう興味がある人だったらそれでも、ね、行ってちょっとやってみようみたいな風に思ってくれる方もたくさんこれまでもいたんですけども、はいはい、そこのハードルを なるべく下げたいなと、うんうん、個人的には思うんですよ。うん、うん、皆さんもどうでしょうかね。まあ、当然 ねやっぱり そこ下げるということは何がきついってもう本当に、うん、一番きついのはもう俺とワシエさんが一番きつくなっちゃうんだけど大打撃はもうここに来るんだけど、まあでもそこはね正直もう二の次というか、うん、後々考えればいいことで、それよりも ねそうそう、もともとのね、うん、テーマっていうかね、やっぱり知ってもらって一緒にこの楽しみを得るじゃないけどね、そうですね、まあ共有するっていうか知ってもらいたいなっていうところもね、うん、エンタメってそういうもんですからね、やっぱね、そう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 、こう楽しんでもらいたい一個にね、楽しみの一つみたいな感じの部分にね、うん、してもらいたいんだけど、なかなかね、うん、こう、でも来てくれた人が楽しんでくれてるなっていうのはやっぱ肌で感じますもんね。めちゃくちゃ感じますね。ここね、何回かやってきてやっぱり来てくれると違うんだよなっていうのがやっぱ一個大きいよね、うん、でまた僕らも楽しいしね、一緒にみんなでやるっていうのは今までのどのファンイベントとも違うし、うん、全く違う何かを やらせてもらってるっていう感じがしますから、共同作業ですからね、うん、また違ってますよね。そうそうそう、あ、ミッチーさんが友達誘いやすいかも、やっぱそこだと思うんですよね、大事なのは、うんうん、そう、遠方の方はね運賃も必要になるからね、交通費っていう部分がね、うんうん、はいはいはい、そうそう、だからこれね、とかね、意見いろいろ様々あると思うんです。ただ、うんうんうん、ここを何のためにするかっていうのは今やっぱ明確に今伝えたように、ただ安くするっていうだけではなく、ここにゴールがあるので、これをするために、ハードルを下げたいな、入り口のっていうのが、僕らの意見ではありますかね、うんうんうん、まあ正直言うとコロナ禍っていうのもあって、なかなかここから先、まあ身近な方たちも含めて、うん、お金っていうのがすごく大事になってくると思うんですよ。うん、うん、まあこう別でもいつも話してますけど、やっぱり3月4月から倒産する会社とか、お店とかいろいろ増えてくると思いますし、まあ、そういう中でね、うん、なるべく圧迫しないっていう部分を念頭に置きたいなっていうのもやっぱあったりするんですよね、うん、うん、安くなるのは嬉しい、はいはい、
そうで、これだけではないんですよね、これ関連で言いますともう一つ、この僕物語にも関しましても、まあそうなんですけど、この生配信、うんうん、今僕のファーマーの方は無料じゃないですか。で、はい、僕のファーマー以外の方は、お金がチケット制なので、はい、1200円一応ね取って、売らせてもらってるんですけども、こちらの価格も、はい、変化させようかなと思っております、うん、はい、こちら、888円パチパチパチに変えようかなと思っております。はい、はいはい、まあ、これも先ほどとあの理由は一緒ですね、やっぱり入り口をなるべく低くしてあげる、うん、で興味を持ってくださってる方は正直あの増えてるっていうのは実感してます。でどんなことやってるのって、あのすごくあの個人的にもすごく質問されることが多くて、それは仲間たちからもこんなことやってるねとか、うん、いいねとか、行ってみたいとかすごい言われるんですよ。多いですね。はい、すごく多いので、知ってくれてる、意外と見てくれてるね。そう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 、会うとね、うん、言われること多いですね。そうなんですよ。なのでやっぱりそこの入り口っていう、興味を持ってもらってる方が本当にどんなことをやってるんだろう、農業ってどうなんだろうみたいなのをこう調べたり、うんうん、知らない方が喋ってるよりかは僕らが喋って実際にやってるよを見た方が早いなと、うん、思うので、地方の方とかも含めて、うん、なかなか参加できないリアル農園イベントも含めて、すべてのオンラインのイベントを1回888円パチパチパチに変化させたいなと思っております。はい、うん、はいはい、パチパチですね、本当。そう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 、パチパチ。あ、カルワさん、その分どんどん友達に宣伝しないと、ぜひともお願いします。はい。みちおさん、おお、これもまた安い。そう。まずはね、やっぱりお金は大事。ね。お金は大事なんですけど、まあ、それをどういうふうな設定にして、うん、要は目的がどこかっていうのをね、きちんと考えるっていうのが、やっぱり、あのどのプロジェクトでも、一緒だと思うんですけども、大事だと思いますんで。はい。末広がりのパチパチパチ、縁起がいい。そうなんです。パチパチ、僕も好きなの、パチパチパチが。そうなんだね。好きなんです、個人的にパチパチパチ好きなんです。パチ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 好きなの。そう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 。なのでね、そこはちょっと一個ね、はいはい、もう一個、変えていきたいなと思っているところでございます。はい、いかがでしょうか皆様、ここまで。やっぱね、僕らだけで決めてもいいんですけども、やっぱり僕のファーマーのみんなと、この企画自体が、ね、プロジェクトがね、あの僕と和志さんのファンクラブではないから、みんなと一緒にこの僕のファームも作ってるっていう、僕はあの認識なんですよ。そうです、そうです、ね、そうそうそう。だからね、そこをもうちょっとうまくね、うん、やっていきたいよね、うん、なんかその辺がうまくいくといいなっていうのはありますよね、うん、いい形がね、なんかね。そう、まずは皆さんに僕のを知っていただきたいです。もうまさにそうなんです、みっちさんね、うん、あ、新鮮さん、撮影会の自由を宣伝したり、サインもいただけるのも宣伝するといいかも。あ、確かにね。まあ、この辺もどう伝えるかっていうの、確かにその撮影会無料であるよとかね、うんうん、なんかお願いされたらっていうのはあるんですけど、そこら辺がまた難しい。なるほど。確かに、でもそこをあんまり売りと考えてなかったもんね。うん。言ってみたらね。そうそうそう。そこはまあ、どっちかというと知ってもらいたいっていうかね、うん、今言ってたことがメインで書いてあるから、あんまりそこをね、ね、まあ、喜んでもらえてるのはすごくもちろん。そうだそうだ。ありがたいとは思うけど。無料ですもんね。確かにそうだね。確かに。そうだね。なんちゅうイベントなんだよ、考えたら。で、値段まで下げますよって言ってる。いや、全然いいんじゃないですかね。今だけを見るのではなくて、先を見据えて考える価格設定はいいですね、と、みちおさんから。いや、そうなんです。まさに、あの今だけうんぬんではないんですよ。僕らはお金稼ぎをしたいってわけじゃないので、この活動がどこにつながってくるかっていうのはね、もうあの僕のファーマーの皆さんは、僕らの話を聞いていただいて理解してくださってるとは思うんですけども、はい、ポーズ取ってもいいんだって言ってる人がたくさんいましたからね。あ、新鮮さんから、あ、そうなんだね、ポーズ全然いいですよ取ってもできる範囲内でね、意外な、ね、わけわかんないすぎたらちょっとあれだけど、そうそうそう、うん、いい年ですから、そうそうそう、びっくりするのでも困るからね、びっくりしちゃうけどね。そうですね、40代2人ですから、今年もう僕も40代入りますから本当ですよね、うん、
そうでもまさにね、入り口は 大切です。はい。このやってる、せっかく僕もワッシーさんもこの活動って素敵なことだと僕らは思ってて、はい、このせっかくねみんなでやってるこの活動っていうのを皆さんに知ってもらわないと意味がないんで、そう、そのために何ができるかっていうのはね常日頃考えてきた中で、やっぱり実際経験してね、やってきて、やっぱり、よりプラスにより広げるためにはどうしたらいいかっていうところでの今回の聞きたいね。そう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 。どうしても多分ね入ってなかなかこのね楽しみだったりとか、うん、面白いかもなっていうのを感じるまでの人たちっていうのは、うん、なんでここまで僕らがはい やってみないかって押してるかっていうのもちょっとあんま分かんないのかもな、ね、分かんないと思いますよまだね多分ね、うん、なんでそんなやらせようとしてんのかなって思われてんのかなって最近ちょっと思うんだよね。なんか楽しそうだなとかなんか気持ちよさそうだなとは伝わると思うんですけど。そうだね、なんでこんなにと思われてるのかもしれないけど、うん、ね、単純にこう楽しみだし、うん、やっぱねこう同じことを共有できるっていうのはなんかこういうコロナも経ていいんじゃないかっていうのもあるよね。やっぱりこう同じ目的にこうちゃんと共有しながら、うん、こう笑い合ったりとか楽しんだりとかこう相談し合ったりとか一緒に作業したりとかっていう、うん、そのなんかねその楽しさっていうのができるっていうのはもう楽しいんじゃないのかなとちょっと思うんですけど、本当に楽しいんだもんなこの活動が本当に楽しいんですよ。おもろいよね。市役所まで行かせていただいてこっちはもうどん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 楽しくなってきますから早いんで動きがね、うん、すごいよね。そういろいろね。そう、まあ、本当に農作業は辛いからリアルイベントはって躊躇する人もいそうですよね。ああ確かに。でそこをまずさあの動画を、うん、値段を安くすることによって生配信を見ていただいて、あ、うん、こんな感じなんだとかこんな楽しそうなんだっていうのがね伝わるためにも、うん、そこのオンライン価格も変えたい方がいいなと思ったんですよ。うん、うんうん、そうね。はい。で、まあ、変な話ね、絶対こう頑張って、うん、絶対みんなやろうよみたいな感じでもないしね、まず見てもらって、うん、ちょっとね、この作業はみたいな感じで手伝ってやってみるっていうだけでもね、うん、別に来てくれた人が良ければ全然それでいいんですね。全然全然。みんな代わり番号絶対やろうよっていうわけでもないし、ね、そう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 、そういうことでもないし、ね、はい次誰だよみたいな俺もやだぞとかそういうことじゃないですから、一人一回掘ろうぜみたいなそういうことじゃないからね、うん、なんかそういう感じではないから、そうですね、辛いとかっていうのも特にはないと思うんだけどね、だからその辺も難しいよね伝え方ね、うん、なんかねなので、でもう一つこれ僕から、発表というかこうしたいなと思ってる部分がありまして、これはもうダイレクトに、はいはい、僕のファーマーの皆さんに今見てくださってる僕のファーマーの皆様に関わることなんですけども、うん、はいはい、今話してきました、月1、リアル農園イベントですね、はい、とりあえず、先ほど話しました通り、次回以降は、5000円だった参加費を3000円に変化させてるというのがあります。そしてですね、はい、僕のファーマーの皆様、現在入ってくださっている皆様、はい、これから入ってくださる皆様、はい、そちらのリアル農園イベント、次回以降無料にさせていただきます。素晴らしい、はい、参加費無料に、ただし条件付きとはなるんですけども、参加費の方、こちらはね、あの提案というよりももう決定事項に近いんですけども、無料にさせていただきたいなと思っております。はい。はい。まあ、こちらもきちんと説明しますとですね、はい、無料にしたいと思います。僕のファーマーの方に月、リアルイベント、無料。ただし、条件をみんな聞いてね、これは確かにと思ってくださると思うんですけど、今現在、僕のファーム来ていただいた方、見ていただいた方はよくわかると思うんですけども、そんなに、はい、サイズがございません。はい、大きさね、大きさがね、畑のサイズがございません、そしてですね、本当だよね、はい、先ほども、言いました通り、この僕の、うん、値段を価格とかを変えることの理由の一つに、僕のファームっていうものを知ってもらう、農業のことを、はい、楽しさを知ってもらうっていうのが、名目でありますんで、
人数を毎回、限定させていただいて、僕のファーマの方は、先着順で、今、僕のファーマ 専用のツイッターありますよね。そちら DM できますので、はい、いついつまでにって発表大体早めにしますんで、その間に先着順で何名の方って決めます。その方たちは無料で参加していただけます。はい。はい、で、例えば、じゃあそれ以外の僕のファンは行っちゃいけないのっていうことではないです。こちらの方たち、ちょっと先着順漏れてしまったんですが、よかったらぜひぜひ来てくださいっていうふうになります。はい、なぜなら、今までの5000円でね、皆さん参加してくださったのが、これ、まず、ゼロになる方と。でも、3000円にはなります。で、3000円払えば参加もできますんで、はい、そういうシステムも取らせてもらいたいなと思っております。はい。はい。無料。はい、そうです。みんなもう、安くなったの最後に無料でびっくりします。まあ、ええだよね、無料です、ね。はい。確かに。びっくりするだろうけど、うん、で何人ぐらいまでがいいかな。なんかその代わり僕はちょっと考えてるのが、うん、その僕のファーマーの方は僕のファーマーって分かるようにしたいなと思うんですよ、参加してくださった時に、はいはいはい、ね、そういうこともある、ね、そうそう、だからなんか一緒に活動する時も、ね、僕のファーマーの方だったら安心したいね、ちょっとこうお伝えしやすかったりとか、うん、はいはい、なんかこういう情報をね一緒に共有してると僕らは思ってるんで、なんかそういう意味でもなんか僕のファーマーの方だよっていうのが分かるようなものを何かね、うん、欲しいなって、そうですよね、思うんですけど、こんだけ値段下げてるんでもお金がない、はい、何か作ってあげたいんだけどお金がない、どうしよう、だからなんか考えたい、特定的なもの、うん、そうなんですよね、うん、やっぱせっかくね毎月そういうふうにこう僕のに対してこう出してくれてる皆さんですからね、やっぱその辺をねやっぱ特別にしていきたいというのもあるし、うん、やっぱ一緒にね、こう増やしていくっていうことを、そうなんですよ、もう同志ですから、ね、やっていただけたらいいから、うん、そっちの方をね、考えながら、こう一緒にやっていけたらいいなと思うし、ね、そうそうそう、そうなんですよ、やっぱり。だからそのバッチなんかいいよね、うん、僕ら、僕、バッチなのか何なのか分からない。ゴルゴさん、終盤ぜひともあのアーカイブで見てください。はい。いろんな話を今ね、ちょっとしてましたからね、ぜひともぜひとも。はい。3000円払うからいつでも参加したいです。あ、もうぜひのミッチーさんありがとう。もうミッチーさんもそう、もういつでもそれは。3000円払っていただいて参加していただいてもいいですし、あの、私、あの、先に行きたいですってね、言ってくださっても全然大丈夫ですから、ね。別にそれどっちが偉いとか何もないですから。はい。ね、広さがあればね、またこれ、そうそうそう、変わってくるんでしょうけど。そう、これがね、ね入りきる人数が、そうなんです、決まってるというか、だんだん見えてきたんだよね。こうあんまり多くなっても、こう入れないっていうことも出てくるんで、でかといって一般のそのね、まだ僕のファーマーじゃない人が来れなくなっちゃうっていうのもちょっとあれだし、そうそうそう、間を取ったところのね、策だしね。だから、やっぱりね、最大頑張って20人前後かなと思いますよ。20人ちょい。頑張ってだよ。ね、頑張ってね。ね、そう。だからきっとね、あのサイズ。だからもう一つ畑が増えるようなことがあればね。もちろんです。あれだけど、もちろん、ね。僕らのね、名目はそこをどんどん増やしていくっていうか目標でもありますから、はい。もう次、借りましょうっていうタイミングでは、まあ、その分、うん、ね、倍来れるとかってありますけども、はい。だから、どれぐらいかな、またちょっとこれは、わしさんも話し合いますけど、大体、先着で言ったら、5名とか、そうね、かな、それぐらいになるかも ね、まずはね、僕のファームの方で、まあ、僕のファームの方でね、地方の方もいたりとか、なかなか毎回参加できるっていう方も少ないとは思うんですけども、はい、うん、うん、だから先着順っていうふうにすればですね、それ見て、はい、まあ、先着とか何時から何時で申し込み、ね、かけますって言えば、のがいいのかね、どっちなのかあれですけど、ちょっとそこへんは考えます、また。うん、うん、うん、うん。っていうとこですかね。あとは、はい、だからそういうさっき言ってね、僕のファーマーって分かるものを作りたいけど、その正直言ったらお金僕らも結構きついぞっていうのがあって、はいはい、なんか例えばなんですけど、うん、こう僕のファーマーと僕らでやるこう、うん、僕の貯金みたいなのがあったらいいなと思ったんですよ。なるほど、そうね、言ってたね。そう、なんかその名目として畑の例えば肥料を買いますとか、それは全部わかる、何を買ったかちゃんとわかるようにこっちが出して提出して、種芋買いましたとか、うん、ね、こう工具買いましたとか、
なんかそういうのはちゃんと分かるようにして、うん、なんかそういう貯金みたいなのが、別に一人いくらとかじゃなくて、誰も絶対しなきゃいけないとかじゃなくて、そういう気持ちがある方が、ちょっとこう入れときましたみたいなのが、名前も出ない。誰が入れたとかもそういうのも分かんないで、なんかそういうのが額が決まってるのと、額が、今の額が分かってるのと、それ何に使われたかってはっきり分かるみたいなのがあるといいなとかも思ったんですよね。そうね。ただそういう機能がもう知らない。どこにあるの。そこから調べなきゃいけないんですけど、そういうのあるの。そうだよね。キャンプファイヤーさんないそういうのって。僕のファーマー内でできる、またそういうのないのかな、貯金箱みたいな。うん、なんかそういうのがあると、ね、ちゃんと名目として、なんかやっぱりそのさっきも言った通り、もう一つ広げたいとかね、もう一個借りたいみたいなのもやっぱり僕のファームとしてありますんで、そういうためにもね、貯金するとか、なんかそういうこととかもできたらいいなとか思ったりもするんですよね。本当だね。うん。だから僕のファーマーの人たちとこうできるイベントとかっていうのももちろんね、こう開けてきたらできたらいいじゃないですか。そうそうそう、きっとね、その前々から言ってるキャンプであったりとかさ、うん、なんかそういうのね、入ってくれてる人たちと一緒にやるっていう時とかも、まあいろいろこうかかってくるだろうしね。そうですね。そういう場所とかもね、うんうんうん、そうだしね。なんかそういうこともやりたいもんね。うん、やっぱ共有していくっていうか、そういうふうな入って一緒にやってくれてる人たちとこう何かやっていくっていう活動がね、うん、今、まあ、畑もちろん作るのはもちろんなんだけど、そうですね、それプラスアルファでやっぱ楽しみをこう広げていきたいですもんね。まあ、僕は料理やってるこの活動自体が異例なタイミングでスタートしますから、ね、コロナ禍っていう中でスタートしますから、逆にこっから月日が経てば、まあ、いろんなことができるように当然なるわけで、ね、普段だったらもうちょっと広がってると思う、ね、はい、そりゃそうですよ、ね、きっとね、うん、本当にちょっと、まあ、なかなか厳しいよね、うん、やれることがね、もちろん。でもその中でね、今何ができるかみたいなのはいっぱい考えていきたいですし、うんうん、今後ね、そのさっきも言ってましたけど、じゃあ和紙料理長が実際にみんなに振る舞うみたいなのもまあ変な話、じゃあ100人来られても100人は分作れないじゃないですか、和紙さんが。だから限定とかにしてね、限定、そう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 。そうね。うん。限定イベントとかにもできますし、うん、いろんな形でね、まあ、やっていけるとは思うんですけども、とりあえず今回は、うんうん、まあ、この今後の僕の活動についてっていう部分で、はい、先ほども言いました通り、まずは、はい、リアル農園イベントの方の参加費を、1人5000だったところを、3000に、はい、変更したいなと思ってまして、はい、今まで通り小学生以下は無料でやらせていただきます。はい。はい。それでですね、オンラインものに関して言うならば、888円の切り替えましょうと、はい。プライスダウンさせましょうというふうに思ってます。一配信888円ね、したいと思っております。はい、なおかつ、僕のファーマーの皆さん、先着順という形にはなりますが、はい、月1のリアル農園イベント無料にさせていただきたいと思っておりますんで、この今回は3つかな、はい、はい、この3つを、ぜひとも変化させていってですね、より、はい、僕 の活動をたくさんの方に知っていただいてですね、皆さんに楽しんでもらえるようなそんな、企画になればいいなと思っておりますんで、はい、急な変更でありましたけども、第1回僕の会議という場所でね、ちょっと皆さんと共にね、はい、考えて話していきたいなと思っておりましたんで、こういう時間作らせていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はいはい、ということでですね、すいません、はいはいはい、だいぶ過去最大の時間になっちゃったかもしれない。すいません、最大かな。いやいやいや、すみません、またちょっと長くて見れなかったとか寝ちゃったって方はアーカイブでぜひともお願いします。そうですね、ぜひちょっと聞いていただいてね、深めの時間に深い話しちゃったんで、ちょっと確かにもうお休みになった方もいらっしゃるかもしれない、ね、ごめんなさい、これはね、あ、いや、もう全然、でも新鮮さんがね、これは英断ですってね言ってくださってて、いや本当にもうそう動けば、そうなってくれればいいですね、うん、本当に何のためにこれやってるかっていう話を今日できたと思いますんで、ぜひともね、はい、僕とワッシーさんと、僕のファーマーの皆さんと、共にですね、はい、もっともっと、はい、この活動の意味とかね、楽しさをね、伝えていけたらと思っております。はい、参加できたこと、あ、重要会議でした、ありがとうございます。皆さんと
共にやりたかったんでね。本当ありがとうございます。ですね。いいですね。うん、もうなんか意見があったらこういろいろ言っていただいてね。そう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 。方ばっかりですから。なんか、ね、そうなんですよ。こう現場、例えば僕のファーマーの方たちが率先してリアル農イベント来てもらったときは、なんか仕事をね、はい、率先して割り振るとか、はい、何々さんごめんちょっとこれ手伝ってとかね、はい、なんかそういうのもね一緒にできたらいいなとか思いますし、はい、なんか一緒に作ってるって感覚、なんか一緒にこの僕のファームやってるっていう感覚をなんかこうどん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 こう増やしていけたらいいなって、そうですね、うん個人的には思いますね、うん、はい。今日は今後の僕のための濃い会議でしたねと。いや、濃い会議でした、本当に。素晴らしい。はい。ね、まあちょっとじゃあ長くなってしまいましたが、皆様、はい、ぜひともですね、こういうことになるらしいよって話は、近々、発表いたしますんで、SNS の方で。はい。はい、皆様ぜひともね、それに反応していただいて、お友達などね。はい。ぜひぜひ。今月末からまたリアルのイベントも復活できると思いますし、はい、久しぶりに、はい、価格などもね、どこから変化させるかなどは、ジョバシさんと話し合いながら、決めていきたいな、はい、タイミングもね含めてと思ってますんで、皆様今後とも僕のよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、和紙さん何かありますか、最後に。いやいや、もう本当にね、緊急事態宣言開けると思いますんで、次のリアルのイベントで久しぶり、2ヶ月3ヶ月ぶりになりますか、はい、皆さんとまたね、あの一緒に作業できてお会いできるのが本当に楽しみだなと思ってますんで、うん、本当ですね、まあ、ご都合よかったらね、ぜひ、うん、来ていただけたら嬉しいですね。その間僕ら頑張ってましたから見ていただきたい、うん、早く会いたいですよ、ね、みんなに。全然会えてないから今年入ってから全然会えてない ね, ね、ずっと二人で作業してきてきたからね、本当ですよ、ここ何ヶ月は、うん、はいはい、ぜひともお待ちします、皆様お待ちしております。でオンラインで参加の皆さんもね、あのさっきも言いましたけど、はい、これからは生配信中に、うん、ちょっと僕らも座りながら、うん、みんなも休憩してもらって、あの、はい、オンラインの、ね、コメントとかに答えながら、うん、休憩しながら喋るみたいな時間もちょっと作ろうと思ってますから、ぜひともお楽しみにお願いします。はい、あと、ぜひ家庭菜園とかね。家庭菜園ね。じゃあ僕の菜園でしょ、僕の菜園。そう、僕の菜園、僕の菜園。僕の菜園、ちょっと慣れるまであれですけど、はい、ぜひぜひ皆さんも始めてみて、うん、いただけたらなと思います。まあ、ね、こちらの情報とかね、ハッシュタグ関連の支部の話とかも、後ほどまたツイッターの方でも、はい、SNS でもまた言いますんで、ぜひとも拡散などしていただけたらなと思っております。はい。はい。ということで、長くなってしまいましたが、皆様ありがとうございました。ありがとうございました。以上、みっちゃこと、しなみつよしと、わっしーこと、わしおのぼるでした。それでは皆様、おやすみなさい。また来週。バイバイ。バイバイ。はい。あ、間違えた。はい。